こんにちは。今回は歩くときにもっと速く歩くためには何が必要なのか、これについてお話をしていきます。最後まで見ていただいて、よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。特にチャンネル登録のボタンを押した後に出てくるベルのマークも押してオンにしていただくと、このようなリハビリ動画、そしてライブ配信を行うときに通知が行くようになります。これからの動画配信見逃したくないよという方は、ぜひ通知オンもよろしくお願いします。それでは本編です。この動画では右の足を麻痺側としてご説明します。さて、今回の今よりも早く歩くためにはどうすればいいかなんですが、まずはじめに多くの方がやってしまう間違いについてお伝えします。今よりも早く歩こうと思うと、自然と麻痺側の足に力が入っちゃいます。結果、一歩がね、すごい大きくなっちゃうんですね。もう歩くスピードを歩幅を広げて稼ごうとしちゃいます。でも実はですね、これダメなんですよ。なぜかというと、この歩幅、一歩を大きく前に出そうとすると、それだけ筋肉というのは過剰に働いちゃう、緊張しがちなんですね。そして緊張したままだと、この体重移動も上手にできません。結果どうなるのかというと、この麻痺側の足は緊張したまま固めて乗せちゃう。でも十分に体重移動ができないので、もうすぐいい話出すしかないっていう風に、こうテンポの悪い歩き方になっちゃいます。これだと一見早く歩けるように見えるかもしれませんが、非常に疲れやすいので、全体で見た時、長い距離歩いた時にそんなに早く歩けてないんですよ。ではどうすればいいのか。まず目指すべきところは、この左右の足取りのテンポをできるだけ揃えることですね。先ほどみたいに麻痺側の足、体重乗ってる時間が短い、すぐ左が出ちゃうではなくて、できるだけ左右の足のテンポを揃える。じゃあそのためにどうすればいいのかというと、歩幅を少し小さくしてください。歩幅が小さい方が体重移動も少なくて済みます。つまり楽に体重移動を行いやすいんですね。なので左右の足取り、このテンポも一定になりやすいです。なのでまずはこの左右のテンポを揃えるための歩幅の調整、少し狭めるというのを絶対に行ってみてください。でさらにですね、プラス体重移動です。歩くときはもちろんこの体重移動が起こります。この時に骨盤がどういうふうに動いているのか確認してみてください。例えばですね、このいい方の足を前に出して体重移動する、この時の骨盤がどう動いていますか。もちろん前には動きますよね。前には動くんです。でも若干横にも動くんですよ。つまり骨盤は少し斜め前に移動する感じがあるんです。このような骨盤の移動というのも、ちょっとこう軽く斜め、軽く斜めっていうのを少し意識しながらやっていただくと、よりテンポのいい歩き方に近づいてくる可能性があります。はい、今回はですね、この速く歩くっていうのを目指した時に、歩幅を小さくする、かつ骨盤を意識した体重移動によって左右のテンポを揃える、これを大事にしましょう。こういう楽な歩き方を身につけることが将来的な速く歩くにつながってきます。はい、今までですね、速く歩くために結構筋力鍛えるとかね、一歩大きく出すようにしてるっていう方でも、なかなかうまくいかないなっていう方は、今回のような体の正しい使い方、ぜひ見直してみてください。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。
今日の動画はいかがでしたか？もっと楽に動けるようになりたい。でも YouTube だと次にどんな動画を見たらいいかわからない。そんなあなたのために、ひとり映画を開発しました。特許取得のオンラインのリハビリシステムで、あなたの体に合ったリハビリメニューが迷わず次々わかります。目標に向かってどんどん前進していきたい方は、ぜひ一人でリハを見てみてくださいね。概要欄からもご覧いただけます。